おーおうわやばうわもうわかんないじゃないですかバラバラ言っちゃったスパークさあパラカヌー瀬立モニカ選手です。今日はスパークに出演いただいてありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか出演した感想は。とっても宮里さんも野村さんもフレンドリーで本当に楽しかったです。ああよかったです。なんか最初は少し緊張されてるのかなっていう印象だったんですけど、はい、緊張されましたか。緊張しました。そしてここからは YouTube 用の企画スパークということで瀬立選手の素顔に迫っていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。こういうのもなんなんですけれどもできるだけこうリラックスした感じでここからはゆるーくやっていただければと思います。わかりました。はいお願いします。はい、今回はオンエアの中で名言も生まれました。筋肉しか勝たんやっぱり筋肉へのこだわりは瀬立選手強いですね。そうですね。どういったところが自分のアピールポイントというかこだわりポイントですか。こだわりポイントこの前ベンチプレスを 72.5 キロを5回上げれました。何回ですか5回です。5回すごい、はい、でもそれを上げられるようになるまではいろんなトレーニングをもちろん積まれたわけですよね。はいそうですね。VTR の中にもありましたけれども車椅子ごと懸垂。車椅子って大体何キロぐらいあるんですか。あれは10キロぐらいあります。すごい。それを支える腕の筋肉もちろんトレーニングもそうだと思うんですが例えば食事面こだわりがあるっていうことも。はい、私は毎日お雑煮を食べています。毎日食べるんですか。はい、毎朝食べてます。毎朝お雑煮結構ボリューミーです。毎日正月です。確かに本当ですね。毎日おめでたい感じそれってどういうことのためにお雑煮を食べてるんですか。はい、やっぱ餅はこう容量が少なくてかつ炭水化物もたくさん取れるっていう風にすごいスーパーフードで、で餅の中に、ゆで卵とあと鶏肉と、人参、ほうれん草、大根とかって野菜も全部一気にこう入れて取れるのでめちゃくちゃいい朝ごはんだと思います。確かにタンパク質もあれば炭水化物もあれば、はい、体を作るにはもってこいなんですね。はい、もってこいだと思います。雑煮しか勝たんですよ。名言また生まれましたね。お雑煮しか勝たん。あとレース中というか間食で何か食べるものがあるって伺ったんですけど。はい、これです。何ですか。これはどら焼きです。どら焼き。はい、何かプリントされてます。そうです、これモニカどら焼きって言って私の絵が描かれてるんですけど。あれピリッと開けていただくことは可能ですか。はい、少し反射してすみません。わありがとうございます。いい感じ。本当だ。あもうちょっとあこっちか。それぐらいでありがとうございます。瀬立選手の似顔絵入りのどら焼き。はい、そうです。中身は普通のどら焼き。中身普通のどら焼きです。あんこです。これを完食として食べていらっしゃるんですね。はい、そうです。やっぱりパワーになりますか。はい、なんかすごく景気づけというか、うん、気持ち的にも頑張るぞっていう気持ちになりますし、やっぱ炭水化物なので甘いものを入れてパワーが出るようにしています。なるほど、ありがとうございます。はい、それからもう一つ瀬立選手の意外な趣味、はい、打ち合わせの時もちょっと伺いましたが、ぜひ皆さんにも知っていただきたくて。はい、はい、ジグソーパズルです。ね、パズル、しかもかなり細かいパズルされるんですよね。はい、まだ1000ピースとかしか。いや、まだとかじゃないです。1000ピースでもものすごいことですよ。それは、なんでやろうと思ったんですか。はい、カヌーは胴の動きでこう 100% 力をこうグーって出して、競技をするので性の趣味を持とうと思って
ジグソーパズルはこう集中して一つ一つのピース個性を見ながら全体を想像していくっていう面白さがあるんです。へえ、なるほど。カヌーがどうだからパズル性の趣味も持とうっていう、はい、そうです。なるほど。でもそこで忍耐力というかね集中力も養われそうですね、うん、そうなんです。集中力はもうとっても養われると思います。なるほど。ぜひじゃあ 今やっているパズルが完成したら見せてください。わ、はい、かりました。ありがとうございます。今日はいろいろな瀬立選手の素顔を知れました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ぜひぜひあの次はスタジオにも遊びに来てください、はい、ぜひお願いします。はい、ありがとうございました。緊張した。緊張した。言っちゃった。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。スパークも見てね。